この P のバッタの P、うん、プシンペじゃなくて違う。What's good, Super Show Boy Ray? ダメです。今回もね、はい、大好評の企画、東京ジュープチェックということで、はい、いろんなラッパーのファッションチェックしていくんだけど、みんな最後までぜひ番組見てください。お願いしますということで、Let's get into it, man.Let's get into it. 物事の全てを茶化すことしかできないようなお前に、ジョークじゃ済まないライミン、文句があるなら俺らの前に、いつも俺は真下、俺の前で音楽をなめるな、このフィジカル、まあ、ということで今回コサさんに来てもらいました。お願いします。お願いします。まず最初になんですけど、はい、このサングラス、これどこのやつですか？これはプラダです。プラダで、はい、お値段とかってどのぐらいですか？これでも5、6万だったと思うんですね。5、6万多分、うん、5、6万高いっすよ、もう高いっすよ。じゃあ次行きましょう、はい、このチェーンですね、この金のチェーン。チェーンは、はい、トップとチェーンで40ぐらいだったと思うんですけど、ニューヨークで買ったっすね。ニューヨークで、はい、すごいですね。その下のチェーンはどれですか？これはアバランチで買って、はい、これ確か7、8万です。7、8万これは、はい、両方合わせて。コサさんのスタイルって結構そのニューヨークの昔のスタイルに似てると思うんですけども、うん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 、やっぱニューヨークのヒップホップを聴いて育った感じですかね、うんうん、フィフティーセントとか。いやでも全般で、もともと入りはウェスタイルでしたね、俺は。まあ、ローライダーから入ったんでヒップホップに、はいはいはい、そうそうそう、そこから行ってニューヨークも聴いて、まあ、全般聴いてます。おー、じゃあ次このアウター行きましょう。はい、これどこのやつですか？パッタのやつですね。パッタ、そう、この P のパッタの P、 うん、シンペじゃなくて違う。あ、まあ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 、まあ、違う違うやつです。フリーガンなってことで。ちなみに値段ってどんぐらいしましたか？これはね、いくらだったかな、3万ぐらいだと思うんです、日本円で。3万で、うん、パッタってどこのブランドですか？これね、どこだったかな、オランダか、はい、パリかどっちか、その辺っす。へー、アメリカじゃなくて。結構ディグったんですか？いやいや、パッタはね、有名ですよ。特定本当申し訳ないですけど、いやいやいや、ちなみにインナーなんですけども、これは T シャツってこれどこのやつですか？いや、これはもうあれです、アスレ。アスレ、アスレのユナイテッドアスレね、の5000一番。おー、これはもういつもそれです。いいっすね、はい、じゃあ次行きましょう。このパンツ、これどこのやつですか？パンツ、これユニクロです。ユニクロ意外ですね。いや、もう全然質めっちゃいいっすもんね、ユニクロ。これいいっすよ、そう、全然かっこいいから。かっこいいっす、ね、これもう2000円とか3000円とか。1000円俺もユニクロたまにつけるんですよ ね、 いいっすね。最近なんかもう H&M から結構つけるんですけど、うん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 、みんなに、まあ、H&M ニキってまあちょっと逃げようかなっていうユニクロの方に。やっぱ見た目で決めてる感じですか？本当にその値段とかではなくて、ブランドとかも関係なくて。そうですね、着て自分に似合うか似合わないかっていう感じですね、はい、サイズ感っていうか。あと誰が着るかとかもありますもんね。まあまあそうですね。次行きましょう。このシューズなんですけど、ニューバランス。おお、これは珍しいですね。シカゴのジョーフレッシュグッズってやつがいて、はい、それとコラボで出た新作なんですよね。なんか新しい型で、おろしたてっぽいですもんね。そう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 、うん、かっこいいっすね。これはニューバランスさんにいただきました。ギフティングで、ギフティングで。おお、あ、遊びじゃない。プライスレス、プライスレス。あ、これ値段はなしだけど、まあ、プライスレスでね。まあそうですね、まあ、ちなみになんですけども、はい、そのリングですね、リング、これどこのやつですか？リングはグッチです。グッチ、はい、大体値段どんぐらいします？これいくらだったかな、10万しないぐらいだったと思うんですよ。はい、こっちの方は結婚指輪ですか？これはおじいちゃんの形見ですね。あ、これもほらほら、プライスレス、プライスレス。もう家族からねえから、もう遊びじゃないよ。遊びじゃないよ。あともう一つ質問があって、まあ、コサさんを知らない人に対して、はい、もうこの曲聴いとけよって曲ありますか？じゃあラルフと一緒にやってるポップキラーズをぜひ。物事の全てを茶化すことしかできないようなお前に、ジョークじゃ済まないライミン、文句があるなら俺らの前に、いつも俺は真下、俺の前で音楽をなめるな、このフィジカル立ち上がるへし俺つき焼き場。おお、聞いてください。俺一応ザ・ホープ行ったんですよ、うんうん、ザ・ホープでコサさんのライブ見て、やべえなみたいな、うん、しかもラルフも結構かましてましたもんね、うんうんうん、半端ないですね、あれ本当に。いやいや、そういうことでしょ。言わなくても、言わなくてもみんな知ってるから。言わなくてもみんな知ってるから何も言わなくていい。チンパンジでも分かるよ。チンパンジでも分かるから。ありがとうございます。ありがとうございます。今回もね、俺らの東京チップチェックをしたんですけども、今回その参加してくれたラッパーの曲とかみんなぜひチェックお願いしますということでね、まあ俺らのチャンネルとかも絶対に忘れないで、あと高評価ね、こっちもチンパンジでもできるから。それはお前はそれ一番分かってるぞ。でしょうね、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 でしょうね。まあということでね、はい、みんなチャンネル登録お願いします、はい、ということで、はい、ピースアウト。